僕は、まあ、J リーグから今季から F リーグに挑戦するということで、今まで J リーグのチームにいて、で、まあ、こっちのチームに移ってきてから、まあ、このチームはやっぱり仲いいというか、あまりガチガチな上下関係がないというか、まあ、それもあっていい雰囲気で練習や試合に取り組めてます。やっぱり僕の持ち味はドリブルだったり、まあ、ゴールにつながるパスだと思うんで、やっぱりゴールにつながるプレーをしてチャンスメイクしてチームを勝利に導けるようにやっていきたいです。まあ、チームの目標は絶対昇格ということで、 F2 優勝して F1 に上がるということで、まあ、個人的な目標としては、まあ2桁得点ぐらいは行きたいかなと思います。やっぱり一人一人が自覚を持って自分に厳しくやっていくことがやっぱり大切かなと思います。まだまだ僕が見てる限り全員が全員自分に厳しくできてるかって言うと、やっぱりちょっとまだ甘いかなっていう部分があるんで、やっぱり全員が自分に厳しくすれば、まあ、結果もついてくるかなと思います。まあ、チームスローガンのように絶対昇格するということで、まあ、F2 優勝、まあ、全勝優勝できるようにして、 F1 に上がれるように頑張りますので、ぜひ会場に足を運んでください。よろしくお願いします。 OK です。ありがとうございました。ありがとうございます。